好きだよアピールをすごいしだしてる。まあこれ告白してるじゃんさ。まだ付き合ってんだねこれ。で、私の方やだやだあ、やだねやだ、そんなわけないじゃん。ゆうみたんさんけんごのゆうみんご TV です。バカ。はい、今日なんですけども、僕とゆみたんが付き合うまでの LINE の内容を大公開したいと思います。僕たちはマッチングアプリの Wiz で出会って LINE 交換して実際にお会いしてお付き合いして結婚したっていう流れなんですけど、実際に付き合う前どんな LINE してたのかっていうのをね、今日はちょっと振り返っていって当時の感想とかをね喋りたいなと思います。振り返って、物理的に振り返ってたんか、もうわけわからないこと言わへんのな。私たちチャンネルではこのような夫婦の日常をバンバン発信しておりますので、今のうちにチャンネル登録お願いいたします。ゲイ。はい、じゃあね、早速2人の LINE 内容振り返っていきましょう。それではレッツゴー。バラバラやな。じゃあ早速ね、見ていきたいと思うんですけど、まずはじゃあ最初の LINE 見ようか。ゆみちゃんこんばんは。ゆみちゃんって言ってるわ。恥ずかしいよね。ゆみちゃん言ってる。 LINE ありがとう。これあれやな、 Wiz から LINE な、教えてもらったよな。もう敬語使うのやめなって言うから、ゆみちゃん敬語やったよね多分。このあ、そう、なんかまだ人見知りしてたからさ、敬語で喋ってたんで。あ、そうやな、そうやな。サングラスのマーク、なんやろな、なんかキモいな。ちょっと格好つけてるでしょ。もうやめなって、うん、なんやこれ、上から寄せて、えらい偉そうなこと言ってますね。まあ、こんな感じでね、僕たちの LINE はスタートしたと。でちょっとしばらくやり取りをして、なんか俺がここでディズニーのくるみ割り人形映画見に行ったって聞いて、ゆみたんディズニー好きってのしてたから、これをきっかけに映画デート誘いたかったと思うね。あー、ちゃんとこれ映画やってた頃の時期だもんね。そうだね。ほんでゆみたんはまだなのって来て言ってて、これはチャンスやと俺思ってんな。で俺もこの下でまだ見てへんねん、ディズニー好きな人と見に行きたいと思ってたところ。めっちゃ誘ってるじゃん。なあ、なんか下心を感じますねこれ。ちょっとキモいな。何理由も考えてなかったわ。でもユミタンが怖いのかな、あの映画って言ってね。ユミタンね、怖いの嫌いやったからね。まあこれ結論から言うとね、この話ね、スルーされたんや。そんなの全然考えてなかった。あ、気づかんかった。俺が誘いたかった映画にな。そうなんだ。まあ見事にかわされたと。幸先悪いですねこれ、うん、素直に一緒に行こうって言ったらいいのにさ。そうだよ、言ったらいいじゃん。この誘い方な、こういうのやめた方がいい、男の人。気持ち悪いから。ほんでまあいろいろしばらくやり取りしてて、なんか俺がこれご飯作ってる写真送ってんねみたいな、うんうん、多分ユミタンに私生活を見せることで親近感を作ろうとしてるやと思う。なるほどね。ユミタン美味しそうってやってる。大喜びしてるね。ユミタンも肉じゃが作ってる写真送ってくれてるわ。ほんとだ。しかもさ、割とちゃんとできてるじゃん、ね、この肉じゃが。結構な量作ってるね。こんな感じでちょっとずつこう2人の距離を多分縮めようと俺はしてるんやと思う、この時。ケンゴくんって言ってる。あ、ほんまや。この時ユミタンのあれはケンゴくんって呼んでたよ俺のこと。そうだよ。あの文章でしかやり取りしてないから人見知りすごいしたんじゃないみたいなって感じで、2人の料理を作ってるところを見せ合ってね、距離を縮めていったと。ほんでこの後なんやけど、ご飯食べ終わったら15分くらい電話していい、自己紹介させてほしいと。あ、なんかわしが言うてますわ。俺この時ね、15分じゃ終わらんと思ってたよね、ほんま。うそ、うん、ゆみたんがいいよって、ここで電話する約束が決まったよね。緊張ですね。そうよ。実際電話して、俺15分でいいって言ったけど、最初でいいか、15分も電話してる。嘘つきですね。すごいね、でも初めてでさ、1時間も話してさ。そうね。で、ここで電話の中で実際にご飯行く約束してんな。ほんでなんかユミタンのスケジュール帳に花丸つけといてやみたいな言ってた俺。ユミタンのちゃんとな花丸つけといてくれててがっつり大きく花丸書いて。ほんで俺その後実際にお店予約して、なんかおしゃれな洞窟の、すごい洞窟っぽい、洞窟風のな居酒屋さん予約してんな。ちょっとディズニー感あるとこな俺を探してね、選んだよね。そうで、ユミタンおしゃれー。ユミ楽しみっていうね、いいスタンプを持ってますね。まもなく会うところやな。もう東口着いたんで、これ新宿やけど東口でな、当時待ち合わせしててんな。これ電話いっぱいしてるってことは、もう着いたけどどこにいるのの多分電話してる。あー、ドキドキの時。そう、もう間もなく初めて会う瞬間やな。で19時39分にユミタいたっつってな。でそこで、あ、はじめましてケンゴです、ユミです言うて、緊張したね。めっちゃ緊張した。めっちゃ緊張したな。ほんでさっきのあのおしゃれな居酒屋さん行ったやけど、写真と違かったよな。なんかね、もっと狭かった。なんか臭かったよな。どこからか知らんけど、めっちゃゲロの匂いしてきたよな。多分あれな、忘年会シーズンやったから、どっかで多分な、騒いでゲロ吐いてるやつがいたやと思う。炭治郎ばりに鼻がクンクン効いてる。臭いな。
コースメニューね、僕予約してたんやけども、あのユミタンの食べれないものとか当時知らなかったから、あ、そうだ、サーモンのカルパッチョとか出てきて、あ、そうだ、シーフードピザ、シーフードピザやってんな、そしてユミタンね、全部残すねんな、ごめん私あの海鮮全部無理なのみたいな、そやん、そんな人いんのと思って、しかもサラダも食べれんかったからさ、そうそう、サラダも食べれんかったの、ごめん、サラダも食べられないんだって、こんな人いんのって、ユミタン実際会う前はすっごい人見知りしてるって言ってたよな、そのお店出る時ユミタンにな聞いたの覚えてるもん、ユミタン今日心の扉何パーセント開いたって、でなユミタン何パーって答えたと思う、120%、違う違う、そんな開いたらあかん、120%で扉ぶっ壊れてるやん、もうそっか、逆に開いちゃってるやん、逆パカ、そう逆パカしちゃってる何パーだろう、でその時ユミタンはね今日は90% 空いたって言ってた、おお微妙いや 90% 俺びっくりしたんですっごい空いてるやん、うそー、いやなんか言うなら 100% とか言えばいいのに、超正直じゃんさ、その初日で 100% さ、逆に嘘っぽいやん、そっか、そう楽しかったわ、楽しかった、すごいね、うん、でこれ実際に会った後やね、その後とか もう結構ユミタンと電話するのが日常的になってる、この時も1時間半ぐらいまた別の日にそう電話してます、うん、まだ付き合ってないんですよこの時、しかもさ電話してさ遅くまで電話してるせいで寝坊してる、そうお前ね、初めて寝坊してるそう俺覚えてんね、この日な会社なガチで寝坊してん、あんまりユミタンとね喋る回数が増えて寝坊してしまうと俺ディズニーのさチケットオンラインチケットをさ用意してんねんけど、ユミタンと初めて会った時に次2人でクリスマスディズニー行きたいって話してんな、ユミタンもあ一緒に行きたい言うてくれて、もうそこでな12月25日のこれチケット取ってるわ俺、早っ、でもここでさユミって呼んでるね、もうユミちゃんじゃなくなってる、ユミタンって呼んでなかったのユミタンって呼んでない、いつからユミタンって俺呼んでんのやろな逆にな、ねえこれまた別の日やねんけど初日あってディズニー行くまでもう一回こうご飯行ってんねんな、でその後の LINE やねんけどこれ見てほしい、気をつけてねってケイゴくんありがとうって書いてね、これとっても幸せでした、お仕事頑張ってね、とっても幸せでしたとか言ってるくせにケイゴくんって言って間違えてる最低やんな、これ俺の名前の読み方間違ってるから振り仮名打っといてあげたよって、ケンゴやねってじゃあこの時はあの言い訳をすると LINE のなんか文字出てくるじゃん、誰誰ってケンゴが読めなかったあ、ごめん間違えたって大丈夫、親切にありがとう正直言うとあんまり分かってなかった、そうあんまり名前で呼んでくれへんなってのは感じてでもほらさすがにさ2回目に会うからさ名前くらい知ってなきゃダメじゃん、そりゃそうよ名前くらい知ってそうでもさやっぱ漢字は読めないんですよだから一か八かで一か八かでさ間違えられた方は本当にショックですからね、はい、でも決して他に男の人がいてその人って呼び間違えたとかではないよ、あ、さようか、うん、気を取り直して LINE してるんやけどでもほら俺がねこの辺から早会いたいとか一緒に行きたいとこいっぱいあるっつって、この頃からなんか俺がユミタンに好きだよアピールをすごいしだしてる、めっちゃ可愛いねんけどほんま好きやわとか恥ずかしいなぁ、もうこれ告白してるじゃんさ、まだ付き合ってんねんねこれ、うん、で私の方が好きよってみたいな、やだね、いやだ、そんなわけないじゃん、付き合う前の一番楽しい時期絵文字のチョイスは面白くない、私の方が好きよなんやこれ間違ってる使い方や絵文字、これだからこの頃から多分すごい俺はユミタンにこうどっぷり心奪われてってる、ほんま好きになってまうやばいわとかえらい言ってるな俺、でもその愛情ユミタンは受け取れきれてないね、わかんない関西弁、あほんま好きなってまうって言ってんねんけどユミタンそれの意味がわからへんかったんですけど、どういう意味ですかって、どんどん俺はあなたのこと好きになっていってますっていうことやのに意味不明っていう意味不明あのかわされるっていうのも悲しさねうんって言っとけばよかったね、そうね、ほんで早く明日の夜納豆し言ってるから、うん、俺次の日ついにディズニーのデートやんな、おー12月24日のな夜やねんな、これは楽しみですな、そう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 、うん、で楽しみすぎて仕事頑張れるってユミタンも気合い入ってますねでクリスマス一緒にユミタンとケーキ食べよう言ってなんで食べるってユミタンもテンション爆上がりしてるわ、食べるユミタンこうやってやってる2人でケーキとケンタッキー食べたな、うん、ほんでユミタンなんかねちょっとプレゼントも用意してくれてるな、まだ付き合ってないのに美容クリームみたいなのをな、ね、俺にプレゼントしてくれて、うん、あら気ぃ利くなぁ思ってクリスマスだからさプレゼントかなと思って
あとほらご飯もおごってもらったし、逆に俺何も用意してなかったの、クリスマスプレゼントとか。なんかああ俺もなんかユミちゃんにプレゼントしたいなと思ってディズニーシー行ったんやけど、ライオンキングのシンバがすごい好きやって言ってたから、うん、そうなんですよ。このねこのシンバくんをねケンゴが買ってくれた。もうしなしななっちゃったけど、だいぶそうちょっと頭臭いし、臭いしね。これをねユミちゃんに買ったけどすごいユミちゃん喜んで、それだって欲しかったんだもん、やったーずっと言うてな喜んで、これ後半ずっとこれこう抱きしめてな、うん、ディズニー回ったな。ほんでまあ、 あのディズニーデートな、一日中一緒にいて、で最後のクローズの時に俺ユミタに告白して、でユミタも OK くれて交際始まってんな私たち。そうだ。でその後の LINE がこちらやわ。ユミ2日間ほんまに楽しくてハッピーやったわって。ハッピーやったわ。幸せでしたとは言えへんよな、ちょっと恥ずかしいやろな。熱いこと言ってるな。熱いね。大切に守っていきたいって強く思った。これからたくさん楽しい思い出残して乗り越えていこうって、なんかプロポーズみたいなこと言ってんな。いいじゃん。これから今の一番の味方として隣におるから、しんどい時は頼ってや言うて、うん、だってムキーだよ、ムキーってやってますけど。ちょっと男アピールしてくるじゃん。でこれからよろしくお願いしますってね、僕たちお付き合い始まったわけですよと。ちょっと感動するね。感動するね。こっから1年半後にはもう僕たちこうやって夫婦としてね、今 YouTube もやってて、すごいね。ね、人生変わってるね、いろいろ。ほんでまあこれあれやな、アルバムもいっぱい、最後写真もな。ゆいたんまん丸だね。すごいな、顔まん丸じゃない。その時めっちゃ太ってたんだよね。逆に俺痩せてんねんな。ケンゴ痩せてる。ケンゴも若若いな、なんか俺もフレッシュじゃない、大学生みたいの。こんな感じで僕たちは最初結構よそよそしい LINE とかしてて、ちょっとずつ距離を縮めていったって感じやな。はい、じゃあねこの動画がね少しでもいいと思ったら、ぜひね皆さんチャンネル登録していただけるとすっごく僕たち嬉しいです。はい、じゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。さよなら。